海外住みます芸人がいるじゃないですか、はい、その海外住みます芸人が年末年始帰ってきてたんですよね、うん、で僕その近所と僕もともと一緒に住んでたんで同居人やったんで、はいはい、で帰ってくるっていうので久しぶりに僕近所に会いまして、うん、結構向こうでも、うん、結構国民的番組に一回出たんですって、うん、のほんまにマレーシアの国民がほぼ全員見てる番組らしくて、それ一回出ただけらしいんですけど、うん、出た次の日にもうほんま顔刺され倒すんですって。なるほどね。もう昨日見た、昨日見ました、昨日見ましたみたいな、すごい番組出たっていう国民的番組出たらしいんですけど、うんうん、でその画像見してやって言って、おその動画見してやって、ああありますよ見てくださいって言って、はいはいはい、向こうでは外国人タレントですから、うん、多分そのこっちでボビーみたいな感じですよ、はいはい、からもう片言で日本人が面白おかしくなんかやってるっていうので、はいはい、めちゃくちゃ、そういうことか、そう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 、あ その感じで、なるほどな、そのなんか向こうのマレー語かなんかでわーって喋ってるんですよ、はいはいはい、で喋ってて、はい、今なんて言ったんって言って、はい、でいやどうも近所ですって言っただけですって言って、それでボカン受けてるんですよ近所ですドカーンで、めちゃくちゃ羨ましいなって思って、めっちゃ楽やで、うん、で聞いたんが番組の前に打ち合わせがあったんですって、うんうん、で番組の前は打ち合わせあって、うん、でその言ったら今日本ではどんなのが流行ってるとか、うん、どんなのが今面白いんだ今は、うん、みたいな感じのその国民的もうさんまさんクラスの人らしいんですって、うん、ほんまにそれぐらいの人に聞かれて、うん、近所自分のギャグを、うん、あたかも日本で流行ってるかのように言ってみたんですって。なるほど。そのなるほどね、もう客さん、はいはい、バレへんから絶対に、はいはい、西日に当たってこっち側の袖を乾かすみたいなギャグがあるんですよ、はいはい、なんかそう知ってる知ってるっていう日本では一つもゲーギャグがあるんですけど、一回も受けたみたいな、一回も受けたみたいな、それをやったんですって、うん、全然笑わない、それ向こうは、ああこれ日本で流行ってるのかみたいになって、でほんまにその当時流行ってた、うん、まあいつもマレーシア行って3年ぐらいになりますから、うん、当時流行ってた、うん、バンビーノのダンソンやったんです、うん、でダンソンやったら、うわそれ面白いってなったらしくて、それだそれで行こうってなって、で近所俺その動画見たら、うん、その近所まあまあ最後らへんの下りで大きい満期でダンスをやってるんですよ自分のものかのようにプライドないない、プライドなし、まあ、バンビーノに最終的にまあその電話したらしいけど、もう今日かそのすいませんやっちゃいましたって言って、ああ全然ええよとはなったらしいんですけども、いやちょっとね、でもこれちょっとびっくりじゃない、やっぱそこも世界、ね、そこも世界共通というか。